今日があなたにとって人生で一番若い日です。何かをするのに遅すぎるということはありません。本書をきっかけにあなたが自分にとっての幸せや何かを改めて考え、明日からの行動につなげてもらえたら幸いです。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はルローニさんが書かれた、心理カウンセラー YouTuber が教える、一秒で不安がなくなる大百科という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。悩み、ストレス、疲れに悩んでいる。 仕事や人間関係の不安を解消したい。そんな方におすすめの本です。人間関係、仕事、家族、恋愛、生きていると悩みの種つきませんよね。たくさんの悩みがあり、ストレスや疲れを感じてしまっている人も多いと思います。そんな方のためにカウンセラーである著者が3000人以上の相談を受けた経験から気づいた、全部で100個のよくある悩みと、その解消法を説明してくれています。それでは早速紹介していきます。 というわけでいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。不安のもとは単なる妄想に過ぎない。こうしなきゃと思っても、そうなくてもいい場合が非常に多い。というわけでこの動画では1、その不安のもとは全て妄想に過ぎない。2、人間関係の悩み。3、プライベートの悩み。という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、その不安のもとは全て妄想に過ぎない。この章ではその不安のもとは全て妄想に過ぎないというテーマについて、 本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます解説するのは3000人カウンセリングして気づいたこと心が苦しい人は受け入れるができない人妄想をなくすメリットという3つのポイントですではそれぞれ掘り下げていきますまず1つ目のポイント3000人カウンセリングして気づいたこと著者はこれまでカウンセラーとして3000人以上の相談を受けてきましたカウンセリングを受けて悩みを解消する人がたくさんいた一方でなかなか動けなかった相談者もいたそうです動けなかった相談者の中には 自分の問題が何かはなんとなく分かっている。解決のために必要なことも察しがついている。でも行動に移せないという方が非常に多かったのだと言います。そのような相談者にはある一つの共通点がありました。それは世の中の常識や他人から言われたことに影響されて生まれたこうしなきゃという思い込みに縛られ自分らしく生きていけていないということです。なぜ世の中の常識や周りの目という檻から抜け出せないのでしょうかそれは日本人の性質が関係しています。 日本人は幼少期から同調性や協調性を重んじた教育を受けます。自分一人が特別目立つというより、周りと同じことを同じようにすることを重視します。そして他人に迷惑をかけないようにすることが大事だと言われて育ちます。自然と自分の意志よりも周りを優先、みんなと同じように行動するのがいい、そういった意識が芽生えるわけです。グループ内のメンバー同士の結びつきを強くする傾向があります。 集団凝集性が高くなるほどグループの輪を乱したくないという心理が働きやすくなってきます。こうなると自分の本心に反して多数派の意見に合わせるということが起きてきます。自分の本心を隠して周りに合わせ気をすり減らしながら生きていく。これはとても辛い生き方ですよね。こうしなきゃというのが強くなればなるほど本当に自分がやりたいことをやるという人生から問いのいていきます。そして心には小さな傷が増えていくんです。では続いて二つ目のポイント。 心が苦しい人は受け入れるができない人。世の中で苦しい思いをしているほとんどの人が、こうしなきゃというのに縛られています。こうしなきゃというのを手放して、自分はこれでいいんだと思える生き方を受け入れることが必要です。しかし、それができずに悩んでいる人が多いです。自分の意思を我慢しながら毎日を生きてしまいます。そして、ふとした時に、一度きりの自分の人生、本当にこれでいいんだろうか、という考えが浮かび、落ち込んでしまうわけです。 なぜ、こうしなきゃというのを手放すことができないのでしょうか。それは、周りのみんなから外れることが怖いからです。みんなと同じようにしていれば、波数は立たず、大きな失敗もありません。人は何かを選択しようとする際に、多くの人から指示されていると安心します。周りと同じ選択をすれば、仲間外れにされません。先の見通しも立ちやすいでしょう。一方、自分だけがこうしなきゃを手放すということは、これからどうなるかわからない。辛い思いをするんじゃないかという不安を伴います。 自分らしく生きるというのはある意味周りとの差別化を図ることです。それは多くの人にとってとても難しい行動です。今までの人生はみんなと同じようにするのが当たり前だった。そこから外れるということは正解のない生き方に方向転換するということです。お手本がなくどうなるかわからない状況はとても怖いでしょう。しかしこうしなきゃというのを捨てて踏み出せば多くのメリットを得ることもできます。では引き続いてポイントの3つ目。妄想をなくすメリット。 こうしなきゃという妄想を捨てることができれば、本当に自分がやりたかったことができるようになります。具体的には4つのメリットがあります。順に説明します。まず1つ目。人目におじけづくことなく自由に生きることができる。こうしなきゃというのを手放せば、人目を気にせず行動できるようになります。こんなことをしたらどう思われるだろうかと考えると、やりたいことを我慢して、周りに合わせるようになりますよね。しかし、これを乗り越えて自分のやりたいことができるようになれば、幸福度はどんどん上がっていきます。 たとえ周りに無理だと言われても関係ありません。周りにとっては無理でも、自分にとって無理とは限りません。他人の意見は無視をするのではなく、うのみにするのでもなく、参考程度に聞きましょう。自分たちの人生は、自分がいいと思えばそれで正解でしょう。次に二つ目のメリット。他人のために自分を犠牲にしすぎなくなる。自分が我慢すれば周りは丸く収まると、自分を犠牲にしていた人もいるでしょう。しかし、あなたはもっと自分優先でいいんです。 こうしなきゃというのが減れば減るほど我慢してストレスを貯めることが減ります。例えば会社の給湯室を同僚と一緒に使っていることを考えてみます。当然給湯室は汚れていきます。その時自分を犠牲にする人は一人で給湯室を掃除します。最初はみんながあなたにお礼を言うでしょう。しかしそれが2、3ヶ月も続けばみんなにとっては当たり前になってしまいます。そうなってはあなた一人が我慢する形になってしまいます。もう自分一人でやらなきゃという思う必要はありません。 みんなで使う給湯室なのですから、みんなで綺麗に掃除するのが当たり前です。掃除を当番制にするとか、みんなでお金を出し合って清掃業者に頼むとしていったっていいわけです。では続いて三つ目のメリット。嫌な人と一緒にいる時間を減らし、一緒にいて心地よい人との時間を増やせる。今までは嫌な人とでも一緒にいて無理に笑顔を作ってきたかもしれません。しかし、あなたはもっと自分にとってプラスになる人との時間を大切にしていいはずです。 嫌なら会社の飲み会だって行く必要はありません。近所の集まりだって毎回顔を出す必要もありません。LINE グループの会話に毎回入る必要もないし、グループから脱退したっていいはずです。嫌な人に使っていた時間を減らし、その分を家族、恋人、親友と過ごす時間に当ててみましょう。ストレスは劇的に減っていくはずです。それができないから苦労しているんだと思う人もいるかもしれません。しかし、嫌な人とでも付き合わなければならないというのはただの妄想だと著者は言います。 自分たちの貴重な人生の時間を嫌な人たちばかりに使う必要はありませんでは最後に4つ目のメリット自分を他人と比較することなく自分の人生はこれでいいんだと思えるこうしなきゃというのを手放すと他人がどんな生活をしていようと自分が幸せであればそれでいいと思います他人との比較には終わりがありません上を見たらいくらでも上がいます周りの人たちを競争相手と思う必要はありません人それぞれ幸せの形があるはずですみんながそれに向かって頑張っているというだけです ですので、あなたもあなたがどうなったら幸せなのかを考えましょう。その幸せに近づくために頑張りましょう。自分の評価を決めるのは自分。自分の感情を決めるのも自分のはずです。はい。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では、その不安のもとは全て妄想に過ぎないというテーマについて3つのポイント。3000人カウンセリングして気づいたこと。心が苦しい人は受け入れるができない人。妄想をなくすメリットという3つのポイントについて解説しました。では続いて2。 人間関係の悩み。この章では人間関係の悩みというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、相手が怒るのはあなたの責任ではない。人目を気にして我慢しなくていいという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント。相手が怒るのはあなたの責任ではない。相手を怒らせたらどうしようと考えて、自分の言いたいことを言えずに、もやもやすることもあるでしょう。しかし、相手が怒ったからといって、それが全てあなたの責任とは限りません。 怒らせてしまうかもとを気にしすぎずに自分の意思を伝えましょうもちろん角が立たないコミュニケーションを取ろうとするのはいいことですですが伝えたいのに言い出せないとなってしまうとあなたが辛い思いをすることになりますあまり気にせず自分の言いたいことは素直に伝えた方が関係性も良くなるし自分の悩みも少なくなるでしょうそれでも相手を怒らせるのが怖いからできないんだという人もいるでしょうそういう人に向けて著者は心理学の考え方を一つ紹介してくれています それは課題の分離です。誰が責任を取ることになるかに注目して、あなたが責任を取るべきものは自分の課題、相手が責任を取るべきものは他人の課題、とを区別した方がいいという考え方です。この考え方に照らすと、あなたの発言に対して相手がどんな感情を持つか、どう解釈するかは相手にしかコントロールできません。つまり他人の課題です。他人の課題をあなたが考えても仕方ありません。あなたはあなたの課題に集中しましょう。人に物を言うときなら、 普通の人だったらこういう言い方をすれば怒らないという言い方を考えて伝えるところまでがあなたの課題です。そこまでやれば相手がどんな反応をするかは相手の課題です。では続いて2つ目のポイント。人目を気にして我慢しなくていい。やりたいことがあるけど周りからどう思われるかが気になってできないという人がいるかと思います。そんな人に著者は今すぐにやりましょうと言います。実は他人は案外あなたのことを気にしていません。 あなたは街ですれ違った人が何をやっていたか知り合いがどんな服を着ていたか覚えていますでしょうかおそらくほとんど覚えていないでしょう他人から見ればあなたも大勢のうちの一人に過ぎません周りはあなたが思うほどあなたを見ていませんそれでも影で悪く思われているんじゃないかと気になる人もいるかもしれませんそういう人に一つ著者が紹介してくれている話がありますそれはスポットライト効果です人には自分が自分のことを気にしているように 他人も自分のことを気にしていると錯覚する傾向があります。しかし実際には自分だけが舞台に上がってスポットライトを浴びて注目を集めているなんてことはないですよね。他人はあなたに注目なんてしていません。ですので気にする必要はないです。はい。ではここまでで2章の内容をまとめます。この章では人間関係の悩みというテーマについて2つのポイント。相手が怒るのはあなたの責任ではない。人目を気にして我慢しなくていいという2つのポイントについて解説しました。では続いて3。 プライベートの悩みこの章ではプライベートの悩みというテーマについて本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます解説するのはそんなの無理だよは無視しよう不安定は楽しい後悔するかもなんて考えなくていいという3つのポイントですではそれぞれ掘り下げていきますまず1つ目のポイントそんなの無理だよは無視しよう新しい課題に挑戦しようとするとそんなの無理だよ諦めた方がいいと言ってくる人が出てきますやる気を奪う一言ですよね 確かに100%うまくいくなんて保証はありません。しかし絶対に成功しないと断言できるわけでもありませんよね。だからこそ足を引っ張ろうとする人の言葉は無視すべきです。他人の挑戦をバカにする人は挑戦者がへこむところを見て喜んでいるだけです。他人の挑戦をバカにする人は大抵自分が大きな挑戦をしてこなかった人です。失敗して周りにバカにされることを避ける代わりに大きな成功も得ることができず、心のどこかで不満を抱えているわけです。 だからこそ成功するかもしれない人に嫉妬しています自分は挑戦をやめて正解だったと思いたいから挑戦者を批判して安心しようとしているだけですそんな人の自己満足のためにあなたはやりたいことを諦めてしまうのでしょうかそれはもったいないことだと思いませんかたとえ難しいと思うことでもあなたが挑戦しようとすること自体が大切です最初からうまくいかないとしても継続して結果が出てくればあなたの挑戦を笑う人はいなくなります周りから批判されたとしても 挑戦を諦める必要はありませんでは続いて2つ目のポイント不安定は楽しい大きな変化やリスクの少ない生活を送る確かに安心感がありますですがなんとなく仕事をして家に帰ってご飯を食べて寝てまた朝になったら仕事に行く同じ毎日の繰り返しというのはつまらないと思う人もいると思いますどんなに面白いゲームでも何度もやっていれば秋が来ます安定にこだわりすぎず変化を取り入れた方が人生は面白くなるはずです 変化は小さなことからで十分です。例えば、仕事帰りに今まで行ったことのないバーに入ってみる。今まで気になっていたけど買っていなかった本を読んでみる。といったことで十分です。行ったことのないバーで新しい知り合いに出会えれば、いろんな生き方をしている人から話が聞けるかもしれません。新しい本を買ってみれば、斬新な考え方を発見できるかもしれません。そうやって小さな変化を続けていくと、だんだんと変化への抵抗が小さくなっていくはずです。 そうすれば大きな変化にも着手しやすくなるでしょうとはいえ変化するのは大変だしどうなるかわからないから心配になるのも無理はありません人は変化を嫌う生き物です変化しないものに安心する傾向がありますただその安心だけを大切にして安定した生活だけを送っていてもあまりにも変化がなければ人間は慣れて退屈だと感じてしまいます人生がつまらないと感じる人はぜひ変化を取り入れて不安定さを楽しんでみてはいかがでしょうか では最後に3つ目のポイント後悔するかもなんて考えなくていい新しいことにチャレンジするとき失敗したらどうしようと躊躇してしまうことがあるでしょうしかし著者はやろうかどうか迷ったら心配せずにやってしまった方がいいと述べていますそれはなぜかというとたとえ後悔したとしても自分でやると決めてやったことなら長く引きずることはないからですたとえ周りが何と言おうとそれは関係ありませんチャレンジは自分が満足できればそれで正解なはずです とはいえ失敗するのはやはり怖いしやらない方がいいんじゃないかと思ってしまいますよねやらずに後悔よりやって後悔とはよく言われていますが実は心理学的にこの言葉は妥当なものだという説があるそうですアメリカの心理学者であるトーマス・ギロビッチらの研究によると行動しなかった結果で生まれた後悔は長期にわたってしまうのに対し行動した結果生まれた後悔は短期間で済むということが明らかになっていますやらなかったことを後悔する時 あの時やっておけば今がもっといい状況になっていたかもという後ろ向きな考えが生まれてしまいやすいわけです逆に行動した結果失敗したとしても行動したのですからたくさんの学びが得られているはずです行動しなければ何も変わりません人生の心配の大半は実際に起こりませんたとえ起こったとしてもほとんどのことは取り返しがつきますたとえ後悔するとしても行動した方がダメージは少なくて済むのですからやりたいことは今すぐやった方が得だと思いませんかはい ではこの辺りで最後に内容をまとめます。1、その不安のもとは全て妄想に過ぎない。この章では3つのポイント。3000人カウンセリングして気づいたこと。心が苦しい人は受け入れるができない人。妄想をなくすメリットという3つのポイントについて解説しました。2、人間関係の悩み。相手が怒るのはあなたの責任ではない。人目を気にして我慢しなくていいということについて解説しました。3、プライベートの悩み。そんなの無理だよというのは無視しよう。不安定は楽しい。 後悔するかも、などと考えなくていい、という3つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、心理カウンセラー YouTuber が教える、1秒で不安がなくなる大百科、についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画で不安をなくす方法を知りたい、と思った方はぜひ本を手にとって読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでも、あなたの人生の役に立てれば幸いです。 このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。